天元宿儺賢者虎杖。現在クライマックスを迎えている呪術廻戦。そんな呪術廻戦に注目したいのは天元宿儺賢者虎杖。物語最終盤に突入しても未だ謎に包まれている呪術全盛平安の世。千年前に一体何が起きたのか。呪術全盛の世は一体どんな勢力図だったのか。天元宿儺賢者の3名を中心に虎杖を絡め平安時代の全貌を解き明かします。ということで今回は天元宿儺賢者虎杖と千年前の全容について徹底考察したいと思います。なお呪術回線第262話を見た方への内容になりますので必ず一度お読みになってから閲覧するようにお願いします。まだ見たい方は必ず動画をここで閉じるよろしくお願いします。それではどうぞ。現代から約1000年前の平安時代、それは日本で呪術全盛を迎えた時代であり、宿儺天元賢者虎杖よろずといった強者を筆頭に現代とは比べ物にならないほど呪術が発展していたんですが、そんな超重要な平安時代について作中でははっきりと描かれていません。特に天元周りの設定や謎は呪術廻戦の根幹をなす超重要情報。呪術廻戦の伏線を丁寧に回収していく作風からして、これらの謎は物語終了前に回収されるはず。おそらく近いうちに宿儺の過去編回想のような形で天元や平安時代周りの謎は全て綺麗に明かされます。そして本誌でも宿儺対光線陣営の決着は終わりに近づき、宿儺を倒せる日も遠くない。よって宿儺を倒した後、または宿儺を倒す前に格言のような形で平安時代が描かれるんです。よって作中に散りばめられた謎や伏線をまとめ、平安時代の全貌を徹底考察します。まず最初に呪術廻戦の登場人物の中で平安時代に生まれたキャラを抜粋したいと思います。判明している限りで平安生まれだとですね、宿儺天元賢者虎杖天使よろず、うろたかこ獄門教となった原神レジースター芦屋貞綱の11名。またレジーと仲が良かったハゼノキよりも平安の人物かもしれません。次に平安に存在していた勢力家系をまとめます。安倍家、藤原家、菅原家、鴨家、そしてうろが蛇の目と牙の順位を知っていたことから平安時代に犬巻家も存在。おそらくこれらの有力な勢力は宿儺との総力戦でほぼ壊滅し、菅原の系譜は五条家として、芦屋貞綱などは新陰流として、そして藤原は乙骨にかろうじて受け継がれているような状況。鴨家のモデルと思われる鴨家は平安時代から存在し、かつ第238話で宿儺が戦った相手として藤原北家、安倍家の精鋭、菅原家与党と記載され、鴨家の名はないことから、もしかすると鴨家は平安の総力戦には参加しなかった。そのため平安時代から唯一現存していると思われます。そして第238話、宿儺は安倍家と菅原家を退けていると記載されていることから、菅原、藤原、安倍家などの名家の術師を全て滅ぼしたとはいかないものの、ほぼ壊滅状態に追い込み、安倍家や菅原家はその後勢力争いでですね敗北し廃れていったのではないでしょうか。そうして現代では菅原の要素は五条家と、藤原の要素は乙骨ユタに、そして芦屋貞綱の要素は新陰流として、その他の名家やですね猛者たちの要素は例えばよろずの構築術式のような形でミックスされ全域に引き継がれているのかもしれず、かろうじて平安時代の要素が残されている状況だと予想します。平安時代の情勢、登場人物が整理できたので、中心人物である天元宿儺賢者の3名に焦点を置き、できる限り時系列中に何が起きたか考察しますね。万世教は奈良時代、天元様が日本仏教の広がりとともにマイノリティに対する道徳基盤を説いたのが始まりだ。皆さんご存知の通り、奈良時代は8世紀頃、平安時代の前の時代ですから、少なくとも平安より前の奈良時代は天元は生き続けていることがわかります。そして呪術全盛、平安時代に突入し、ついに呪いの宿儺が母親の体内で双子の片割れを取り込み誕生。宿儺の出生に関して軽く触れます。グボは飢えていたのだろう、俺まで飢える前に腹の中で片割れを食ってやった。まずですね皆さん、第257話の宿儺のセリフから、宿儺の母は飢えていた、つまり宿儺はそれほど裕福な生まれではなかったんです。そして平安時代では貴族の出産は安産を祈願するために陰陽師が占いやサポートを行ってましたし、名門の裕福な生まれであるとしたら母親を飢えさせるはずがありませんよね。よって宿儺は平安時代に猛威を振るっていた菅原家や藤原家、安倍家の生まれではないんです。その後宿儺は新浪祭に浦梅が同伴していることから、どこかのタイミングで浦梅と出会っています。余談ですが、浦梅の名前の元となったと思われる浦梅門は菅原道真を祀るですね神社である天満宮の神門ですから、浦梅は菅原家の血を引き継ぐ人物である可能性が高い。菅原家という名家生まれの浦梅がなぜ宿儺に付き従っているか
かは謎ですが、皆さんもしかすると人を調理することができるというその能力上に菅谷の人間から排斥され、以後唯一その能力に価値を見出してくれた宿儺を敬愛するようになったといった過去があるかもしれません。そしてその後第218話よりよろずが悟空将を返り討ちにし藤原家へと取り立てられています。その後第219話より宿儺も藤原北家直属のうろたか子率いる実月精神体、そして悟空将を八つ裂きにし新浪さんに呼ばれたことが判明。おそらく藤原北家は最初は宿儺を討伐しようとしていたが、精鋭揃いの征伐部隊が八つ裂きにされたことで宿儺の強さを改めて実感し恐れ、以後宿儺を討伐するのではなく友好的な関係を結びなるべく刺激しない方針に変更したんです。この時会津の田舎者であるよろずがその強さゆえに藤原家に登用されたように、宿儺もどこかの名家に登用された可能性が高い。では皆さん、その名家とはどこなのでしょうか。結論から言うと宿儺は安倍家に登用されたんです。新浪最後の安倍家への登用がこの後の宿儺の打点という異名と天使との関係につながってきます。ではですね、皆さん、宿儺が安倍家へ登用されたと仮定すると、安倍家の精鋭だった天使との関係性が生まれてきますよね。そこで皆さん、宿儺は何かを起こし天使から打点と呼ばれ命を狙われるようになったのでしょうか。その部分を考察する前に、まず皆さん、宿儺の意味を打点とは何かという話に触れたいと思います。そもそも打点とはキリスト教由来の言葉である天使が堕落し悪魔になることを指します。つまり打点と呼ばれている宿儺はもともと天使だった、または天使に近しい階級にあったことが予想されます。そしてクルサナに受肉している天使はおそらく打点と同様に異名であり安倍家の精鋭であるという情報から2つの可能性があります。まず1つ目がですね、天使が安倍家の中の精鋭であるパターンです。平安時代の安倍家でいうと史実で有名な陰陽師安倍の生命が真っ先に思い込めます。要するに天使は安倍家の血筋を継ぎ、安倍家はですね全員家のようにたくさんの術師を輩出する御三家の一角のような扱いだった。そして全員家の兵のように安倍家の中でも秀でて強い者たちを集めた集団に天使が属していたという解釈です。そして2つ目は天使が安倍家に雇われた精鋭部隊だったというパターンです。こちらの解釈だと天使は安倍家に雇われていた単なる傭兵部隊の一人に過ぎず、よろずのようにもともと貴族の生まれではありませんが、その術師としての強さゆえに護衛部隊として雇われ活動していたことになります。そして貧民生まれの可能性が高い宿儺が打点と呼ばれているところや、宿儺が実月精神体悟空将を八つ裂きにし新浪さんに招かれ丁重に扱われていたところから察するに、おそらく安倍家は前家のように日本各地から強い術師を集め取り入れることで成長したのではないでしょうか。よってどちらかというとですね、後者の解釈が正しそうです。よって天使も宿儺も同じような身分に置かれて何かしらの同一の精鋭部隊に属していたんです。この場合ですね、宿儺が何かしらの集団に属し指揮系統に従う様子は想像できないので、宿儺が突然暴走した場合ですね、対処できるように天使を含む精鋭部隊に討伐してもらうよう監視目的として宿儺を組織に入れた可能性が高いです。そうして安倍家の精鋭部隊に入り天使の一員として数えられることになった宿儺。宿儺が誰かの指図を受けて従うはずがありませんから、皆さん、安倍家にですね席を置かれたことも宿儺当人にとってはどうでもいいことで、依然と変わらず蛮行や裏嫁に命令し人を調理し喰らうことなども続けていた。そして安倍家も呪いの王たる宿儺を恐れていたため、その蛮行を咎めることができず野ざらし状態に置いていた。このような過去があったんです。宿儺は安倍家に登用され天使と同じ征伐部隊にいたということをこれまで考察してきました。ではそんな天使を含む精鋭部隊は具体的にどんな立場にいたのか、考えられる可能性は天元とのつながりです。この根拠としては天使が精鋭部隊の異名であるという可能性から、天という言葉つながりで単純に天使は天元に仕えていると読み取れます。そもそも天元はですね、呪術の上層部から敬意を込めて天元様と敬称で呼ばれるほど位の高い存在ですよね。よってですね、平安時代でも同じようにかなりの権限を有していたと思われます。よって天使のような精鋭たちを従えていった。そしてそんな天元も宿儺と関わりがあった。賢者、いや天元か、皮肉のつもりか、それとも。第222話では飛騨霊山城下に置かれていた自分の即身仏を見て宿儺が意味深なことをつぶやいています。また第208話にて賢者が進化した天元の姿が宿儺と似ている様子を見て笑っています。これらの描写から平安時代に宿儺と天元に何かしらの関わりがあることは確定。そして天元が宿儺と似た様子になっている様子を見て賢者がそれは自分で望んだ姿かと問いかけてますから、やはり天元は宿儺にある程度憧れていた
部分があったのでしょう。また呪霊操縦性取り込んだ時に賢者は天元のことを友と呼んでいるので、天元と賢者はかつて対等な立場にあったと思います。まとめると、1つ目に天使が精鋭部隊の一人であったこと、2つ目に宿儺も天使と同じ部隊に所属していたかもしれないこと、3つ目に天元が宿儺に憧れていたこと、4つ目に天元と賢者が対等だったこと。これらの描写から見えてくる宿儺の過去は、天使の精鋭部隊は天元を崇拝していた呪術師集団であり、宿儺もその精鋭部隊に席を置いていた。そのおかげで天元と宿儺の関わりができた。宿儺のその圧倒的呪術センスに憧れていたのが天元であり、その弟子もしくは対等な友として賢者がいたという可能性です。こう考えると皆さん、第222話での宿儺の意味深なセリフの真意が読み取れますよね。皮肉のつもりか、それともこの後につながる言葉はズバリ憧れかなんです。つまり天元は宿儺に憧れていたんです。そして憧れていたからこそ遺体を手に入れ、即身仏としてですね、保管し自分のものにしていた。この考察が正しいならば、天元や賢者、宿儺などはですね、ある程度親しい仲であり、しかし宿儺は平安時代に総力戦を挑まれて全てを蹴散らしています。天元や賢者と関係性があり、天使と同じ精鋭部隊に属していたならば、どんなに恐れられていたとしても術師から総力戦を挑まれることはないはず。新嘗祭に招かれているところを見るに、当初は朝廷側も宿儺を恐れ祭り優遇することでなんとか平穏な関係を保とうと努力していた様子が見て取れます。つまり宿儺は朝廷や平安のですね、呪術師が看過できない大きな罪を犯し、打点として認定され、全ての呪術師から狙われるようになってしまったんです。では宿儺が犯した大きな罪とは。その有力な候補として考えられるのが呪物化です。私の目的は受肉したプレイヤーの一層だ。彼らの多くは受肉の過程で器の自我を殺し沈めている。今にしろ無意識にしろね、あってはならないことだ。神の断りに反する。第199話で天使が語っていたセリフですが、このセリフから天使は呪物化で器の自我を殺すことをですね、極端に忌み嫌っていることがわかります。この理由は、天使が属する精鋭部隊が受肉で器の自我を殺してはならないことを己に律している集団だからです。戒律、それから来る憎悪では愛を超えることはできない。そして第217話、よろずは天使のことを戒律から来る憎悪で宿儺に固執している存在だと言っています。つまり天使の宿儺への憎悪は天使の個人的な価値観によるものではなく、明確な戒律を違反したことによる憎悪なんです。ではなぜ天使を含む精鋭部隊は受肉して器の自我を潰す行為を禁忌としているのか。それこそ天使含む精鋭部隊が天元に仕えている証拠です。天元は500年に一度星晶体と同化することで肉体を初期化しています。そして第202話では星晶体との同化も星晶体の魂を沈め殺すようなものであることが明かされています。つまり天元の同化と呪物化して受肉する行為は、星晶体と器側の魂や自我を潰すという点でとても近しい行為なんです。そして天使含む天元に仕える精鋭部隊は、誰かの自我を潰す行為を天元だけが許される特別な行為であると戒律で教えられていたのではないでしょうか。呪詛師集団の Q はわかるけど、万世教の方はなんでガキンチョを殺したいわけ？崇拝しているのは純粋な天元様だ。星晶体、つまりは不純物が混ざるのが許せないのさ。その根拠になるのが第66話の会話。万世教は天元の同化を阻止しようとする宗教団体でしたよね。そして天元を神聖化するがゆえに、天元の同化を阻止する万世教のような集団がいれば、逆に天元の同化を特別視し、天元以外に似たような行為を行う輩を粛清しようとする集団もいると思います。よって天使の精鋭部隊には絶対に破ってはいけない戒律として、誰かの自我や魂を潰してはならない、このようなルールがありましたが、賢者にそそのかされた宿儺が呪物化の契約を結び、そのことが天使などにバレ、全ての術師から憎まれる羽目になってしまい、戒律を違反した宿儺は打点と呼ばれるようになった。以上よりですね、宿儺は天元との関わりがあり、賢者と呪物化の契約を結んだことがきっかけで全ての術師を敵に回して戦うことになったんです。こう考えると、天使の術式を消滅させる術式が受肉型のプレイヤーに対し天敵といえる巨大な力を持っていることに対し納得がいきます。つまり皆さん、天使は自分の術式を使い呪物化し受肉して器の魂を潰す戒律を破った不届き者たちを片っ端から成敗して回る精鋭部隊の一員だったんです。ですが皆さん、同じ安倍家の人間である宿儺があろうことが戒律を破った。先ほど考察した通り、天使の戒律とは呪物化で器の魂を沈めることを禁忌とすることですから、安倍家で掲げていた戒律をあろうことか安倍家内部の人間である宿儺が堂々と破ったので、安倍家としては体裁のためにも宿儺の存在を見過ごせるはずがありませんよ
よね。では皆さん、宿儺がどのように戒律を破ったかというと、2通りのパターンがあるんです。まず1つ目のパターンが賢者と呪物家の契約を結んだこと、そして2つ目が欲を行ったことです。欲も魂を鎮める行為なので戒律に違反すると言えますし、宿儺はこのどちらかを行い、それがバレたせいで安倍家の反感を買い、打点として死罪に認定。安倍家が宿儺討伐に全力で動き出したのを見て、他の菅原家や藤原家など宿儺のことを内心ではよく思っていなかった者たちもここぞとばかりに動き出し、安倍家と協力、こうして対宿儺との総力戦に至ったんです。また皆さん余談ですが、宿儺イコール天使だったという仮説を裏付ける根拠がもう一つあり、それこそ宿儺の持っていた呪具飛天。飛天とは仏教において空中を舞い仏を称える天人であり、これが波及しイスラエルの天使などに影響を与えました。いわば仏教版天使のようなもの。そう、宿儺は平安時代に飛天という呪具を使っています。もしかすると飛天の呪具は安倍家の精鋭、いわば天使の実が使える安倍家に代々伝わる最強の呪具だった。そして宿儺が安倍家から盗み出し総力戦で使用していたんです。宿儺目線の平安時代の流れをまとめると、宿儺誕生、浦梅と会う、藤原北家と戦い安倍家へと登用される、安倍家つながりで天使や天元賢者と会う、戒律を犯し打点へ、安倍家の政党弟子陳部隊と総力戦を行いこれに打ち勝つと交差しましたが、ここで賢者に視点を変え、平安時代の賢者の動向と宿儺や天元との関係を交差します。まず先ほど話した通り、賢者は天元のことを友と呼び、どちらも結界術の達人で結界術つながりで競い合うライバル、友達、または賢者は天元と師弟関係があったことが読み取れますよね。まずは一歩踏み出す、自分の理想に一歩近づく、その実感を知らないまま死んでいく人間を私は嫌悪するよ、貴様に言ってるんだぞ天元。第222話、賢者は天元の性格を指摘し、第273話にてレジーからも引きこもり弱りされています。よって天元は積極性がなく、平安時代においても後世軍にこもりっぱなしで外界とは無干渉を貫いていた。対して皆さん、賢者は作中の描写から分かる通りとてもアクティブな性格です。自分の知的好奇心に従い、自分が面白いと思ったものを際限なく追求、いわば天元と賢者は真逆の性格です。この性格や思想の違いが天元と賢者を分かつ原因になるとして二人の関係性は途切れた。その後天元の1度目の同化が発生、同化は500年周期で起こり、天元は過去2度同化しているので、おそらく1度目の同化は1000年前の平安時代の出来事です。この時賢者は天元の同化を利用し呪術の可能性を模索しようとしますが、同化と同じ時期に現れた陸眼使いに1度目の敗北。そうして命からがら陸眼使いから逃げた賢者は宿儺に呪物家の契約を持ちかけ、自分の野望のために未来を見据え協力。また皆さん、他にも平安の強者たちと交渉し呪物家の契約を結び続けたんだと思われます。以上、皆さん、平安時代の重要事項をまとめると、宿儺は呪いの王として恐れられ、安倍家に登用され、かつては天使だったこと、天使は天元の使いだったこと、天元と賢者は友または師弟関係だった、天元は宿儺に憧れていた、欲または呪物家の契約で宿儺は打点と呼ばれるようになった。最後に天元や賢者、平安時代を絡めて宿儺と虎杖について考察します。あんたはそれで満足か、じゃあなんで魂を切り分け呪物となってまで時を渡った。第238話より、宿儺は鹿島からのなぜ呪物になったのかという問いに対し理由をきちんと述べていません。そもそも皆さん、宿儺にとって他者は暇つぶしで、愛はくだらないもので、唯一の興味は食べること。そうなんです、皆さん、宿儺には生きる理由、つまり呪物化する明確な理由も目的もない。そして第238は他者を死ぬまでの暇つぶしとしてちょうどいいと捉えていることから、性にそこまで強い執着があるようにも見えず、現代人の思考からは共感しがたい呪いの王らしく達観した精神性を持ってます。この浮世離れした精神性、どこかで見たことありませんか？そう、五条悟の精神と似ています。孤高のわびしさは誰よりも共感できるつもりだ。第236話、最強五条悟の精神、その圧倒的な強さゆえに最後まで自分以外の他者を花としか認識できなかった。これは261話で乙骨が指摘していた五条の怪物性です。人外魔境真珠形成に突入し、この術師としての怪物性と人間性の話は大きなテーマの一つです。そして高専側の圧倒的な怪物である宿儺を倒すために、いかに人間性を捨て怪物になれるか、また現代の術師らしく人間性を保ったまま宿儺に匹敵するほどの領域に至るか、どちらかを余儀なくされている状況。皆さん、前置きが長くなったんですが、
この怪物性と人間性のテーマを含め考えると、宿儺の呪物化した目的っていうのは結論から言うと自分が持ってない人間性を証明することです。第258話、宿儺は生まれる前の段階で飢え、双子の片割れを食べることでしかなんとか生き残れなかった過酷な出生の背景があります。これは皆さん裏を返すと、宿儺は生まれる段階から怪物にならざるを得なかったんです。皆さんよって人間性はなくて、宿儺自身も人間性をくだらないと感じてるんです。分かってなおくだらんな。群れとしての人間、群れとしての呪い、寄り合いで自らの価値を募るから皆弱く矮小になっていく。宿儺が自分にはない人間性、つまり他人と仲良く群れ協力し合い理性を保ち続けることくだらないと言ってるのは、第116話の情事の会話からも明らか。そんな己の怪物性で史上最強になった宿儺を人間性を持つ術師が倒すことができれば、それは人間性が怪物性を上回ったことの証明。この人間性の話に関しては245話の裏梅と破壊の会話からも読み取れます。全力の攻撃をぶつける破壊に対し、裏梅は認識を改め思想を語ります。裏梅から見た現代の術師は人間であろうとする心が強く、それゆえに呪術の力を抑え壊せるものを壊さないように言い聞かせているとのこと。この裏梅の指摘は的を得ており、現に覚醒タイプの現代の術師である高羽文彦や強い人間に媚びを売り何とか生き残ってきた甘えりんなどは人を殺すことに抵抗があります。戦って死ぬのは当たり前、戦って死にたい、なんならそのために賢者と契約したのかもな。伏黒が虎杖に注意していたように、過去の術師と現代の術師は命の価値や死生観、倫理観がまるで違うので互いに分かり合うことが難しい。人間性を保つために理性で本能を抑え、非術師の命などの壊せるものを壊さず、一線を越えず人として生きようとする現代の術師。フルアイメはこの人間性を保ちながら異能を使うという現代の術師のあり方が孤独を恐れる弱さであると指摘。なんつうか、一度人を殺したら殺すって選択肢が俺の生活に入り込むと思うんだ。命の価値が曖昧になって大切な人の価値まで分からなくなるのが俺は怖い。虎杖の考え方のように、人を殺してしまえば殺人に対して抵抗感が少なくなっていき、いずれはですね、何も罪悪感を感じることがなく人を殺せる化け物になってしまいます。化け物になれば他人と調和を保ち生きることが不可能になってしまい、孤独に暮らさざるを得ない。この人間性の乖離と孤独を恐れる現代の術師は、己の異能の力を無意識化で抑えてしまっている。それが現代の術師の弱点であるというのが裏梅の指摘の具体的な内容でしょう。つまり皆さん、要約すると、人としての心や理性を保ったまま、かといって怪物にもならず自分を越す存在、つまり自分とは正反対の精神で自分に並び越すものの存在を求めていたんです。そして人間としての大切な心を持ち、宿儺を越し得る存在といえば一人しかいないんですよね。そう、虎杖悠仁です。逆説不当と言われた魂と意志の強さでのみ宿儺を倒し死ぬ。五条が病や老いで死ぬことなく、自分より強い奴に殺されたがっていたように、宿儺も無意識のうちに死に場所を求め呪物化したんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。